オズボーンのサインジョン・マイケル・オズボーンは、オジー・オズボーン、英語、オジー・オズボーンの名で知られる、イングランド出身のヘビメタルミュージシャン、シンガー・ソングライター。母国の国民的ロックバンド、ブラック・サバス及び、自身のソロバンドで、長きにわたり、ボーカルを務め、世界的な知名度を誇る。また、デビュー当初からの愛称である、オジーのほか、プリンス・オブ・ダークネス、マット・マン、日本では、 メタルの帝王など数々の異名で知られる。2020年1月、パーキンソン病を患っていることが発表された。ロックバンド、ブラックサバスを結成した、発起人であり、ヘビーメタルに悪魔的演出を起こしたパフォーマーの先駆者でもある。のっぺりとした金属的なハイトーンと、不気味に響く低音を使い分けての独特の歌唱。危うさとユーモアを兼ね備えたパフォーマンスは、 多くのファンに支持され、ロック界のカリスマ的な存在になっている。ブラックサバスデビュー当時イングランド中部、バーミンガムで労働者階級の家に生まれる。学校にも、ほとんど行くことはなく、逆代を得るために盗みを繰り返すような少年時代を送った。15歳で学校をドロップアウトした後、こんな俺でもできることがあることを証明するために、バンドメンバーもとむという胸のチラシを街に貼る。 集まったトニー・アイ・オミ、ビル・ワード、ギーザー・バトラーと共にバンド、アースを結成する。詳細は、ブラック・サバスを参照1969年、アースの4人はバンド名をブラック・サバスへと改めた。この名は、ギーザー・バトラーが当時公開されていた映画ブラック・サバスから命名。1970年2月13日金曜日、自悲レコーディングによるアルバムブラック・サバスでデビュー。 1977年に一度脱退するがすぐに復帰。その後、1978年12月に正式に脱退し、ソロに転校する。この時期おじいは、この頃の記憶がほとんどないと言われるほど酒や薬物に溺れ、重ねて、父の死が精神的に大きなダメージを与え、日常生活にも支障を来しかねない状態となっていた。 1997年にオリジナルメンバーによるラインナップで再結成し、19年ぶりに復帰。オズフェストのヘッドライナーをはじめ欧米各地では大歓迎をもって迎えられた。1998年にライブ版レユニオンを発表。2004年、2005年にもオズフェストのヘッドライナーを務める。前座に2004年はジューダス・プリースと2005年は アイアン・メイデンが協力した。そして2017年、バンドは約50年にわたる活動の幕を閉じた。ソロ活動初期の頃1979年にソロ活動を開始。今は亡きギタリスト、ランディ・ローズ・トモコの頃活動する。ソロ活動第一作目のブリザード・オブ・オズっち塗られた英雄伝説は、ブリザード・オブ・オズがバンド名と勘違いされたこともあるが、 厳密には勘違いではなく、契約上の問題やプロモーション戦略上の観点から最終的にクレジットしなかったバンド名である。ちなみに、英国版のファーストシングルにはこの名がバンド名として記載されている。しかし、ランディは1982年3月19日、飛行機事故でその短い生涯を終える。その後は、ジェイク・イーリーを筆頭に有能な若手ギタリストを発掘して、 メンバーに加えることが寒例化する。1990年、突然、ライブツアーからの引退を宣言し、アルバム、No More Tears を1991年にリリース。セールスは、ソロキャリアの中で最高を記録した。しかし1995年に、オスモシスを発表して、ライブツアーを開始し、引退を撤回した。2001年秋には、ダウン・トゥー・アースを発表。 2002年にはエリザベス2世女王在位50周年記念コンサートにも出演した。2003年12月には英国の自宅庭で四輪バイクに乗っていた際に事故に遭遇、瀕死の重傷を負うが2004年夏のオズフェストで見事に復活している。2009年にはザックの公認としてガスジーが加入、2010年6月発売のアルバムスクリームから 参加が決定した。その後、おじいは、ブラックサバスに専念するため、ソロ活動が滞る。2017年、サバスの仕事を終えたおじいは、ソロツアーを再開。バンドに、ザックが復帰する。2020年1月、パーキンソン病を患っていることを告白。2002年には、オズボーン一家のビバリーヒルズの豪邸でのはちゃめちゃな、日常生活を追った、MTV のリアリティ番組、 オズボーンズが世界的な人気を獲得、家族揃ってお茶の間におなじみの存在となった。しかし、オジーは後にこの番組の出演を了承したことを悔いる発言をしている。番組内で有名になった放送娘のケデー・オズボーンは2002年にシンガーとしてデビューを果たしている。彼女とオジーのデュエット、チェンジズはアメリカやイギリスで大ヒットとなった。 妻で敏腕マネージャーのシャロンや息子のジャックもこの番組で有名となった。ケリー、ジャックの上に長女エイミーがいる。マットマンの演出を欠かさない、オジー長年マネージャーを務める妻シャロンオジーには常識を逸脱した行為としての様々なエピソードが存在する。下記を含めたエピソードの詳細についてはドキュメンタリー映像作品、Don't Blame テ e The Tales of オジー・オズボンで おじい本人が告白している。あるレセプションにて、おじいが記者会見をした時の出来事、当時マネージャーであったシャロンがおじいにハトを飛び立たせるように渡したところ、朦朧としていたおじいは、ハトの首を食いちぎってしまった。この事件がきっかけで、おじいの知名度は一般層にも広まったが、後の PMRC に目のあだにされるようになってしまった。その後シャロンの家に戻った際に、 ベースのルディサーゾの目の前でポケットに残っていたもう一匹の鳩まで重くいちぎった。オジーは初期のソロ時代のライブでステージの上から生肉を投げつけるという奇妙なファンサービスを行っていた。観客はそれに応える形で最初は猫や鳩の死体のレプリカをステージに投げ返していたが、それが次第にエスカレートし、ついには本物を投げつけるようになってしまう。 ライブ後の会場は、客が持ち込んだ生肉と地の生臭い匂い、そして不臭に包まれ主催者から、大目玉を食うこともしばしばだった。バーン、でのインタビュー記事によると、ステージに生きたヤギが放たれていたことまであったという。そしてある日、ついに悲劇は起こってしまった。オジーが、ステージ上に投げ込まれたコウモリの死骸をレプリカだと思い、首を噛みちぎったのである。 あまり知られていないことではあるが、コウモリは致命的な感染症の一つ、狂犬病の媒介者で、当然ながら間違っても口に入れてはいけない。このパフォーマンスにより観客は大いに盛り上がり、翌日のローカル詩には、オジー、コウモリを食う、という見出しで記事が書かれた。こうしてオジーは伝説的存在となったが、代償として救急病院へ緊急搬送された後、数ヶ月間、 毎日のように体中に注射を刺しながらツアーを続ける羽目になった。現在ではアニメーションによる自身のプロモーションビデオなどでこの事件をネタとして扱っている。味は塩辛か,かった当時本人が語っている。この事件簿から37年後、当時の思い出を記念したコウモリのぬいぐるみをオフィシャルで限定発売した。1982年に 米国で行われたツアーの最中、酔っ払っていたオジーは、外出できないようにシャロンに服を隠されてしまった。そこでオジーは、シャロンの服を勝手に着用し、その服装のままで、テキサス州サンアントニオの国民的遺産、アラモトリで歩いて行って立ち小弁をしたのである。この結果、オジーは10年間テキサス州でのライブ、活動禁止という処分を受けた。 スーサイドソリューションを聞いて本当に自殺した少年が出た。そのため、自殺をそそのかす曲だとして騒ぎ立てたティーンエイジャーの父兄が、おじいを相手取って裁判を起こし、懲罰的損害賠償を課そうとしたこともあった。故郷バーミンガムで、名声の歩道入りに決定したセレモニー前進にタトゥーを入れているが、貧乏だった頃にやむなく潜りのタトゥーショップに行ったところ、 ひどい感染症にかかってしまい生命の危機に陥り、それからは懲りて入れていないという。同じく過激なパフォーマンスで有名なマリリン・マンソンは、オジーがありを鼻から吸い込むところを目撃したと証言しており、彼だけにはかなわないと白旗を挙げている。ゲ夫人のシャロンとはブラックサバス全体のマネージング担当で、ある時バンドの運営費をオジーが使い込んでしまい、 自宅に怒鳴り込まれ、それがきっかけで交際を始めた。ビートルズの熱狂的なファン。シャロン曰く、オジーは、生涯ずっとザ・ビートルズをアイドル視してきた。彼らがいたから、自分は音楽の道に進んだって言ってるわ。オジーとは35年近く一緒にいるけど、彼は35年間1日も欠かさずザ・ビートルズを聴いてるの。バイクの事故で渾水状態にあった時、 私たち、病室で、ザ・ビートルズを駆けまくってたのよと語っている。2002年には、ブリザード・オブ・オーズ・ダイアリー・オブ・エー・マットマン・バーク・エティ・ザ・ムーン・トリビュート・ノーレスト・フォー・ザ・ウィキッド・ノー・モア・ティアーズ・オスモスシス・ザ・オスマン・カムースの8タイトルがデジタルリマスター化された。各アルバムには、ボーナストラックとして、ライブ録音やシングル B 面曲などが追加収録された。 初期に作品について、ランディローズのギターパートがよりクリアに美しく、聞こえるようにミックスし直された一方、ドラムベースのリズムトラックがオリジナルでは、ボブ・デイズリー、リーカースレイクで録音されたが、2002年のリマスターでは、ロバート・トゥルージロ、マイク・ボーディンのテイクに差し替えられた。これは、長年争われてきた、印税支払い問題をクリアするために取られた、対策であった。 その他にも、バークエティ・ザ・ムーンでも随所にオリジナルとの違いが見られる。オリジナルアルバムで唯一、ザ・アルティメット・シンがリマスター対象外にされた。これは、当時のオジーがこの作品を気に入っていなかったことが理由である。ちなみにこのリマスター除外の影響で、ザ・オスマン・カムースで収録されていたアルバムザ・アルティメット・シンからのショット・イン・ザ・ダークは1988年発表の ノーレスト・フォー・ザ・ウィキッドからのミラクルマンに差し替えられた。その他2002年リマスターから除外されたアルバムには、スピーク・オブ・ザ・デビル、ジャスト・セイ・アジー、ライブ・アンド・ラウドがある。また、ザ・アルティメット・シン、ジャスト・セイ・アジー、ライブ・アンド・ラウドが除外された理由には、前日のショット・イン・ザ・ダークにおけるフィル・スーザンとの権利関係の裁判沙汰が影響しているとも言われている。また、 トリビュートを除くブラックサバスの曲が収録されている Speak of the Devil, Just Say a ウド Live and Loud に関しては、米国では2002年時点でカタログ落ち、廃盤扱いとなっている。しかし、iTunes での配信時には、戦術の暗闇にドッキリを再び収録する形でザアルティメットシーン e がリマスターされた上で配信されており、2002年の リマスターから外されていたライブラウドも配信されている。ただし、これの他にリマスター対象外とされたアルバムは今のところ配信されていない。1979年、オジーがブラックサバスを解雇された後ソロに転校し、バックサポートをするパーソナルバンドとして発足。数多くの有名プレイヤーを輩出した。ライブサポートのみも含むギターベースドラムキーボード一部日本語版。 公式サイトにて、スタジオアルバムライブアルバム。ありがとうございます。